来ました、ね、渡辺選手です。よろしくお願いします。いや、久しぶりです。久しぶりです。なんかすごい、こんな感じでこんな感じで会うとは。どう、こんな感じでインタビューする。楽しみにしてます。ちょっと今日はあの渡辺のなんかいろんなこと根掘り葉掘り聞いちゃおうかなと思って。はい、すいません、よろしくお願いします。お願いします。日本代表として共に日の丸を背負い、浦和レッズでも3シーズンチームメイトとして戦った2人。親しい間柄だからこそ本音トークが繰り広げられたということですね。まずは 2022-23 シーズンですね。お疲れということですね。1年間どうですか、終わってみて。いやー、まあ、ワールドカップもあったんで、うん、すごく長いシーズンでしたね。怒涛、うん、まあそうですね、うん、はい、やっぱワールドカップに出れたのは僕にとってはすごくいい経験で、ね、うん、ずっと子どもの頃から夢見てた舞台に立てたので、すごくまあ楽しめましたね。そしてですね、今回スタジオにいる影山さんから質問を預かってきております。遠藤選手こんにちは、日向坂46の影山優香です。質問なんですけれども、カタールワールドカップ期間中に遠藤選手がレベルアップしたなと感じていることはありますでしょうか。そしてそれが今にどう生きているのかを知りたいです。よろしくお願いします。っていうことが、なるほど、まあ、メッセージを引きして来てるんですけども、うん、まあ、自信にはなりましたよね、うん、やっぱワールドカップに出るためにそのロシア語から4年間こうやってきて、うん、それをこう、まあ、初戦のドイツ戦から出せたっていうのはすごく自信になったんで、うん、だからどちらかというと、まあ、レベルアップしたっていうよりは自分が今までやってきたことっていうのは間違ってなかったなっていう感覚になりましたけどね、うん、ブンデスリーガのシュツットガルトでプレーする遠藤。ワールドカップでドイツを撃破した後、ドイツ国内ではどんな反応だったのか。まあ、でもやっぱドイツ人はあんま僕に話しかけてくれなかった、うん、あら逆に選手はあ、そう、前半で2点目3点目入ってればみたいなことを言ったりとか。はあ、そうなんだ。まあまあでも俺ら勝ってるしみたいなね。選手はそういう反応だけども、サポーターとかっていうのはどういう反応ですか、そのワールドカップ終わったってことは。すごい、サポーターは喜んでくれましたね。そのシュットガルトファンはやっぱ遠藤がいるからだみたいなぐらい なんかこうコメントとかやってく、うん、してくれたんで、すごくそれは嬉しかったですよね。わ、はい、素晴らしいね、反応があるね、うん、さらにここで日本代表先輩たちのある慣習に疑問を抱いていたことが発覚。過去の代表チームの食事のテーブルとか見てきましたけども、実際に今の食事のテーブルの雰囲気ってどうですか。いやー、どうなんだろう、うん、静かっすよね。静かになりました。昔のね、代表すごいやっぱりうるさい人いたんで。いや、ないとは言わないですけど、その時のこんな長友みたいなテーブルはもう今今あんまないから。コーヒーじゃんけんとかもうなくなってます。あ、そう、コーヒーじゃんけん。いや、なんですかね、みんなもう自分で持ってくればよけねみたいな。上の先輩たちがやってるのめんどくせえよって。じゃあみんな嫌々で参加してたんだ。こう自分でコーヒー入れて部屋戻ればよくねみたいな感じ。あの、ごめん、俺もそれ思ってない。ワールドカップの目標をベスト8進出から優勝へと方針転換した日本代表。その背景に森保監督は選手たちから目標をてっぺんにしないんですかという発言があったことを明かした。実際に誰が言ったかっていうのを、はいはいはい、遠藤選手分かります。ここまで見てくださってありがとうございます。続きはアベマで無料で見れます。日曜ルアスポタイ見てね。